なんかさ、背景がめっちゃあれになってるね。お金持ちになってる。やった！お金持ちになってる。アラビアンか、アラビアン。アラビアンだ。アラビアン、こんばんは。ペンライトフィルム申し込みました。あ、ありがとうございます。あれね、私ね、ちょっとね、ペンライト、あ、ほんとだ、タワーだ。タナベッチさん、ありがとう。アラビアンタワー、ありがとう。全然気づかなかった。ありがとうございます。タワー来てるし、ありがとう。やったー、お金持ちになれる。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。いや、あのですね、違うの違うの、あのペンライトのフィルム、ペンライトフィルムのやつなんですけど、あれ私さ、個別グッズだと思ってなくて、そうだから、なんかあんまりこう自分を出しすぎない方がいいっていうか、なんか結構皆さんが買えるようなデザインにした方がいいのかなって思って、なんかあんまり自分の名前とか書かなかったんですけど、あれ普通に個別グッズなんだね。だからちょっとね、だあれ一瞬誰のみたいな感じになると思うんですけど、私のです。でもいいでしょ、推し最高でしょ。だから皆さんぜひゲットしてください。あれ、いや結構そう、そういう風にした方が、あの皆さん買いやすいかなって思っちゃったんですよね。でもそう、個別だったから全然大丈夫だった。今日は5月20か。アラビアン、アラビアンタワー、アラビアンタワー、ありがとうございます。タナベッチさん、ありがとう。アラビアンタワー、ありがとね。ゴージャスやな、ゴージャスやな、ありがとう。なんで今日これなんだろうね、背景。5月ってそんな月なの？ありがとうございます。こんばんは。そうなんで、あれですね、あのペンライトの、ペンライトフィルムゲットしてもらえたら嬉しいです。推し最高、推し最高。いや、あのね、
ちょっと推し最高って書いたら、あの皆さんがね、あの元気になるかなって思って、そう皆さんがあのそうちょっと元気になる なるんじゃないかなって思ってあれにしたんですよ。だからあのそう私のそういう思いも困ってるんで、あのぜひゲットしてもらえたら嬉しい。あ確かにね、自分で追加できるんだったら、絵とか文字とか追加してもらって全然大丈夫ですので、なんか私の名前とか書いてくれたら嬉しいなって思います。推し最高のところに。こんばんは。今日はあやぱんのこと6秒考えました。6秒、短っ、短いぞ。6秒何考えたの、私のこと。こんばんは。皆さん元気でしたか？元気でしたかって、そんな別に全然そんな話してなかったっていうわけじゃないけど、なんか暑くない？めっちゃもう暑くて私もう嫌なんですけど本当に。こんばんは。元気じゃないです。元気じゃないの？元気にラジオ、ありがとうございました。昨日ラジオ私も聞いてたんだけど、あの面白かったね。あのなんだっけ、あのサラちゃんのなんかあのポピュラーシンガーみたいなとこめっちゃ面白かった。パンちゃんは歩けないって言ってたよ。誰が言ってたの？私歩けなくないよ。歩けなくないよ。私めっちゃ歩くから、本当に私本当にめっちゃ歩くから。こんばんは。また来てありがとう。なんか最近結構ずっと来てくれてますね。ゴー、ありがとう。辛いことがあってメンタルがやばいですなあ。ちょっとじゃあもう私が相談に乗りたい。私でよければ相談してください。私でよければ。こんばんは。チョレイさん、はじめまして。こんばんは。はじめまして。こんばんは。パセリ、いや違う、あのね違うのよ、あの違うのよ違うのよ、あのパセリがね歩きすぎなだけなんですよ。私別にその何あの違うんですよ。違うんですよ。あのパセリはね、あのなんか違う、あのちょっと
あの なんていうんだ次元が違うからさ、あのパセリより歩けなかったら歩けないっていう、そういうなんかそのそういうあの判断してもらうのやめてもらっていいですか。パセリはあのもう異次元にすごいさあの歩くから、そうあのパセリより歩けないからってその歩けないっていうのはちょっと違うと思うんですよね。だったら皆さんもそうだと思うよ。だったら皆さんも歩けないになるから、逆にあの私皆さんよりは歩いてると思いますよ。だって自転車ないし、あの車もないし、基本的にはねあの歩きだから、こんばんは。話したいことたくさんあるからお話か、いつか申し込み、いつかいつかじゃダメでしょう。あそうだ、今あのやってるんです、あの再販多分やってるよね。いつかじゃダメでしょ、いつかじゃないよ。話聞いてほしいけど長くなるから剣何枚あっても足りない。あー確かに、なんかさ長い、確かにそういう悩み相談ってさ長、確かにね、んその長いその皆さんの長い悩み事っていうのを聞くことはできないのだろうか。できないのだろうか、何かの手段でね。難しい、確かにね、文章に書くっていうのもね、そんな文章だとね全部伝えるの難しいよね。だって一輪車怖いよ。一輪車もうね乗らない乗ってないね、小学校から。久しぶりパンちゃん、久しぶり、ありがとう。こんばんは。今でしょ、月曜日まであれしない告知しなきゃ、ラジオツイッター、おおこんばんは。確かにあのお手紙とかどうですか。私お手紙読むよ、めちゃあのいただいたファンレターとか、お手紙とかどうでしょう。でもそれで私があのあれかもしれない、お手紙で私が読んでそれをお話し会でそのことについて話すってなったら、あのあれかもしれないね、ちょっと時間短縮になるし、もう内容は知ってるんだったらとかどうでしょう。こんばんは。それいいですね、それいいですね。ね、うん、いいかもですか。あのお手紙は私読むのめっちゃ好きなんですよ、本当に。とか普通にメールの返信とかどうですか。あメールの返信があるじゃん、メールの返信とかでもいいですよ。あの別にそのそのメールに関連したことじゃなくてもいいんじゃないかな、多分。あのメールの返信、普通あの私がいつも送っているメールの
やつ、メールの返信とかはどうでしょう。まあそれも文章になるけど、なんかね、そういうのとかもありですね。こんばんは。ピコン？いいと思う、いいと思う。返信見てる、見てますよ。めちゃめちゃ。私めちゃめちゃ見て、なんかね、結構これ言ってるんですけど、私返信結構見てるって言ってるよね、ショールームで。私言うんですよ、あの実際見てるし、本当にあのツイッターの方もあのメールの返信の方もあの本当に見てるんですけど、なんか見てないみたいな感じで思われてるんだよね、多分ファンの方から。私はちょっと見てないみたいな。あの見てるんで、あのここで本当に言ってきますね、私あのちゃんと見ています。はい、見てますので、あのそう、あのなんかね、なあ見てるんだって言われたりするんだよね。見てるよ、もちろん。うん、なのでなんで私あの結構本当に皆さんが思ってる以上に結構私知ってるっていうか、なんかはい今日詳しいと思います、あの皆さんのこと。あのいろいろとあのツイッターとかでいろいろと書いてる人はね、そのいろんなことを、うん、そうだよ。知りすぎた。いやいや、なんかそこまでいや、そこまで、いや結構知ってるかもしれない。あのそう、あの言わないけどね、皆さんには。こんばんは。そうなの、そうなの。そうなの、そうなの。お疲れ様、お疲れ様です。嬉しいですよ。質問系のメールにすると返信多くなる、だって。ああでも質問、確かにそうだね、質問したら返してくれるっていうのはやっぱり嬉しいですね。確かにでもそれはあるかも、皆さんも返信しやすいのかなって思うし、最近3期生に浮気してる人も把握してたり、あーまあぼちぼちって感じですね。ぼちぼち。こんばんは。まあぼちぼちって感じです。うん、私皆さんのこと知ってるんで、
飲んでね。こんばんは。ちょっと本当に。お話し会何回行けば認知してくれますか、だって。ね、あの短期間だったら一回来てくれたら次覚えてると思うよ。あの期間が空いてなかったらね、2回目来てくれた時に、あのそう、あまりにも期間が空いてたら、そう、2回目来てた時に前に1回来たんだよねってなってもちょっと覚えてなかったりすることもあるんだけど。結構そうだね、結構覚えるよ。ファンの方はね。あのね、これはね、あの本当にあのね、これは嘘じゃないんです、これは嘘じゃないんだけど、あのたまにさ、こう名前覚えてるって言われたその言葉に、あの動揺っていうか、あのその言われたことにちょっとハッってなっちゃって、あのパッって名前が出てこない時があるんですよ。これは嘘じゃない、あの名前覚えてないとかっていうことではなくて、そう言われたことに対しておってなって、 それで、あの、あ、絶対分かるのに、絶対分かるのに、こう今言われたから、あのすぐに出てこない時があるんですよ。もうね、これはね、皆さんにやっても分かんないんだろうな、多分。そう、あの本当は覚えてるはずなのに言われたことによって出てこないっていう名前が、そういう時があるんですよ。本当に申し訳ない、そういう時は本当に、あのね、分かるんだよ、本当に分かるんだよって、そうだ、そうなん、そうなん、そうなん、本当に分かるんだよって言うのも、あのそう伝えるんですけど、いや、これ本当なの、本当なの、本当なの、これ本当に、そう絶対に覚えてるはずなんだけど、こう言われるとなんかなっちゃって、そう、あのその時にね、出てこなくなっちゃうんですよ。でもあの時はもうどうしようもないんだよね、本当に。もう絶対分かってるはずなのにっていう、これはね、このね気持ち、ちょっと皆さんにはね、わからないだろうな、この私のこの気持ち。あの本当にあの覚えてない方もいますよ。あのめっちゃ昔に来てくれてとかって方で、本当に覚えてない時もあるんですけど、でも結構ね、あの思い出せない、あのその時に思い出せないっていう時の方がね、結構多いんですよね。だからそれがね、すごくね、私の中ではね、あー、もう本当にごめんねって思いますね、その時は。こんばんは。
あ、これはあれですね、あのリアルお話し会の時の話。こんばんは。そうリアルお話し会の時はそうオンラインはね、あのちゃんと名前出るから大丈夫なんですけど、でそうこれも結構リアルお話し会あるあるなんですけど、あの名前なんですかってちょっとあの聞いた時に、そうあの大体1回で聞き取れないっていう結構これあるあるなんだよね。そうあの名前教えてほしくて、そう名前聞いたらそう大体名前が結構長いとか結構難しいお名前で大体1回じゃ聞き取れないっていう、そうこれ結構ね、うん、70% ぐらい聞き取れないかも1回じゃあの聞いた時にシンプルな結構名前の方って言いしつく少ない気がするんですよね。そうあの声はちゃんと聞こえてるんだけど、あれなあ、あれなんて言いましたかっていう感じの、そう名前が長かったりとか、そうそうそう、なんか他の名前にちょっと聞こえちゃったりとか、そういうのとかあったりとかします。とシンプルイズベストの名前の方が聞いた時にはなかなかいない。関東リアルお話かいつも遅くない？関東いつも、あーでも確かにそうかもしれないですね。なんか遅いイメージはあるかも。なんかその日に行くことが多い気がするから、確かにいつもちょっと時間は遅いかもしれない。早めの方がね、あのいいですよね。うん、たつきさんはじめまして、ありがとうございます。いやーそうだね、シンプルな名前、あ皆さんでも結構今いる皆さんはあの2語以上、あの何2語以上組み合わされてたら結構難しいかも。うん、まことん、あパンダこんばんは、こんばんは。パン好きなの？いやあのだからその組み合わせたらダメとかそういうことじゃないですよ。だけどその2語組み合わさってたら聞き取る、その1回で聞き取るのが多分難しいっていうだけで、そうあのただそんだけの話です。でも皆さんもう覚えてるから大丈夫。はじめまして、はじめましてお、こんばんは、はじめまして、
キエボさん、うん、え、待って、私そう、え、そうなの、私最近あれなの、あれなのよ、あれ、私本当にカラオケ行きたいって思ってたの。めちゃめちゃカラオケに行きたいって昨日の夜かな思ってたんですよ。それカズさん、はじめまして、はじめまして。暑いな。パンも好きですが、バターか、あー、確かに可愛い、可愛いね、これ。アバター、これカラオケ、そう、最近全然行ってないですね。え、でもそれこそ本当にあの時以来行ってないかもしれない。なんか一回配信したよね、あれいつだ、あ、バレンタインの時に、あんまり声が出なかった時、バレンタイン、あれバレンタインだったよね確か。あれホワイトデーだっけ、いやホワイトデー、え、ホワイトデーじゃないね、3月バレンタインデーだったと思うんですけど、あれ行ったの最後かもしれない、一人で行ったのは。そっからカラオケには行ってない。あれ行ったかな、いや行ってない気がする。だからもう2ヶ月以上前ですね。いや行ったかな、いや行ったような気もしてきた、いやどうだろう、いやいや行ってない、いや行ったか、行ってない、覚えてない、いや行ったような気もする。でそう考えたらさ、2月、3、2月だったの、うん、そう、あ、そう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 、カラオケ配信、はやぱんが歌う暗闇が好き、うそ、ありがとうございます。え、暗闇、暗闇、私歌ったことあったかな、え、普通になんかあれですか、フェスとかでってことかな、フェスとかそれ以外では歌ったことない気がするけど、ありがとうございます。3ヶ月前か、もうそんな前なの、早すぎ。カラオケ配信また見たいだって、あ、しますね、また皆さんもカラオケ見たいって言ってくださっていたので、またお、ありがとう、初見、しさんなというかな、ありがとうございます。あ、
厚石さんだって。ありがとう。では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 、今日の鈴木評価計画をやりましょうかね。今日はですね、あれです、今日はもう運です、運。今日は運のゲームです。もうこれはもう今日は運です本当に運です。今日は今日やるのはですね、こちらです。今日のゲーム、運ゲームで、わかる？これは、こちらはコイン落としゲームでーす。イエーイ。これ中にこのお皿をね、入れてるんですけど、ここにコインを入れる、コインを入れるっていうものなんですけど、わかる？これ結構皆さん見たやったことある方もいるかもしれないんですけど、これは普通に1円玉、今私が持っているだけのこの1円玉、さっきからごめんカシャカシャずっとやってたよね、なんか自分でも触りながら、あ、これお金の音するって思ってたんだけど、これ私持って、これ全部で8枚あるんですよ、1円玉。コップでかくないでかいでしょこれこれコップじゃないです、これコップじゃないです、これはあれなの、お花とか入れてたやつだから、これでかすぎでしょコップいやこれ見て、こんなだよ、めちゃめちゃだから重いですこれ。もう今日はそう、もう運でだね、ちょっと、あ、もう水がこの中にお皿が入ってるから、もう普通にもう普通にいっちゃう、これ。え、じゃあどうしようか、今これ8枚これでかすぎでしょこれがいいの？ポムさんはじめまして、1円玉浮く？え、嘘でしょ、俺さっき試したらね、普通にいけたよ。なんか8枚ここあるんで、じゃあ8枚中何枚入ったらクリアにする？もうこれは運ですね。10円玉？ハローハロー。面積ちょっとね、ここだけ見たら分かんないかもしれないんですけど、これなんかちょっとね、これちょっと大きく見えるかもしれないんです、これ中見せたいな。ですね、2分のこの底面積の2分の1よりちょっと小さいぐらいのお皿です、これ。ちょっと大きく見えるよね、なんかこういう形わかりますか、なんか、よくわかんない形です。ちょっと待ってね、10円でしたらどうなるかな、8枚だから4枚、や
っぱ4枚え、10円いくよ。ああ、入ったよいや、あのね、これね、10円はちょっと重さで結構ストレートに行く感じがするから1円の方がいいのかなって思う。あ、待って、これちょっと溢れるかもしれない。そう、10円ストレート、これ多分ね、これ自体が水が少ないんで結構そう、あの多分大きい水槽とかだったら結構いい感じにわーってなると思うんですけど、うん、幅がね狭いから。そうです。じゃあ行きますか。じゃあ4枚にしますか。8枚中4枚入ったらクリア。もう見ずにやりたいと思います。いくよ。あ、待って、見えてないね。手に持つか。なんかさ、実験してるみたい。リガの実験みたい。いきます、せーの。あー、落ちちゃった。4枚ですね、4枚。せーの。お、入った入ったね。せーの。お、入った。意外とあんまなんか普通に入るの。せーの。待って、今3枚。せーの。あー、出ましたね。いや、思った。私も結構意外と入るやんって入りましたえ、なに最後、今の最後の何、今めっちゃスンって入ったけど、いや、これはちょっと簡単だったな。今日は運が良かったこれ運が良かったって言っていいのかな。これ溢れるな。まあ一応成功ですね。なんか意外と簡単だった。手を入れずに一
1円を取り出してみよう。手を入れずに、え、無理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 。うん、地味なゲーム、確かに。あ、取れそうかも。あー、ダメだ。こんばんは。その水飲み、いや、この水は水道水、普通に。めっちゃ今手バシャって入れたから。いや、ちょっと今回はちょっと簡単でしたな、思った以上に。ということで、今日は成功でーす。今日はちょっと早く終わりましたね。よし、飲まないよ。今日はちょっと早めに終わりました。ちょっとたまに、あのいつもね、なんかゲームみたいな感じだけど、たまにちょっとあの運ゲーもちょっとやりたいと思います。今日は昇格公演のブルーレイ見たよ。ああ、ありがとう。あれかな、あのあれだよね、あれサンプラザのやつだよね。懐かしい。私の実力ではないけど、あのそう、あのゲーム、あの皆さんにもあの一つ、あの言っておくのが、あの数期評価計画だけど、あのやるゲームに関しては別に数期評価計画っていうわけじゃないんで、あの何でもいいかなってそこ思ってるんですけど、ゲームっていうか、それに失敗したら数期強化計画をやるっていうイメージですね、私の中では。最初はそういう感じで始めたので、
そうだからまあゲームで強化っていうよりかは失敗したら強化っていうイメージで、なので このショールームでやるそれに関しては結構なんか緩い感じでいつもやってるゲームみたいな感じで緩い感じでなんかイメージ してもらえたらいいかなって思います。だから何でもって感じかな。財布に1円玉あと1枚なかった。あ、それ昨日なったよ。そう昨日なった、その1円玉昨日だっけ一昨日だっけ、いや昨日だった。こんばんは。そうだね、なんかそうだからまあ楽しむの重視、いやそう本当に楽しむの重視で見てもらえたら嬉しいですっていう感じかな。あ、ヤンマ、あーヤンマがそうです。明日だよね。明日から私です。こんばんは。なので皆さんそこのあのはいお見知りおきをお願いします。アマジョって何？なんか書いてくださってましたけど、アマジョって何だろうってちょっと思ってた。アマあて天女？チリパありがとう、チリパ聞いてくれて。天女？アマジョとか言っちゃった、恥ずかしい。訂正。天女だって。天女です。私天女です。こんばんは。天女って何ですか？天女ってどういう意味なんだろう？アマジョ、確かになんかどっかの女子校みたい。アマジョ、女神に近い？え、女神、私女神なの？やった、私女神なんだって。女神様。
やーすやったー。ねえ、私もあんまり普段そういう聞かない言葉だから、なんかすごい言葉のチョイスがすごいです。優しさと美しさを兼ね備えた、めちゃめちゃ褒め言葉やん。やったー、嬉しい。この世に二人といないような美しい女性を例えるときには使う。さすがにそこまでそんなね、意味だと思って言葉にしたわけじゃないと思うんですけど。こんばんは。愛しさと切なさも兼ね備え、めちゃめちゃ兼ね備えてるやん。ヒューマンバグ大学、はじめまして、はじめまして。やったー、あると思います。やったー、嬉しいな。心強さ、心強さもある。心強さってなんだ、なんか、あ、心強いって思うってことですか。いやでもさすがになんかねなんかね、初見です、ありがとう。高さん、心のオアシスです。だって、嬉しい。皆さんの心のオアシスに なってる。私嬉しいな。あ、歌の題名、あ、歌の題名だった。私も皆さんの心のオアシスになりたい。まだ水たまりくらい。そうか、そうか。もうちょっとあれですね、頑張らないと。いけないな。癒し系、嬉しいな。皆さん実はそう思ってくれてるんだね。癒し系ってさ、あんま言われないし、意外とそんな風に思ってくれてるんだって思っちゃった今。だって結構ね、普段は結構皆さんだって結構あれじゃん、結構なんかね、
いじられたりするからさ、よく皆さんに結構強って思う時あるけどあ、強って意外とそう思ってくれてるんだよね。嬉しいな、それは。愛がなきゃいじゃないよ多分。あ、本当ですか。いやでもね、あの、いやでもそれはあると思います、確かにね。あの、いや、う、あの、皆さんその中ね、いや嬉しいですよ、嬉しいですよ。でもこれ明らかに愛じゃないだろっていう、これは明らかに違うでしょっていう、あの、そう、あの強いいじりみたいなのありますけど。そうそう、それはねちょっとあれかもしれない。むってなるけど、うん、それは。私たちは彩香さんにとって何のオアシスですか、だって。私たちってことは皆さんってことか。皆さんはね、太陽のオアシスです。皆さんは太陽のオアシス。ですね。うんうん、私は皆さんのこと太陽だと思ってるんで、太陽のオアシスっていうのがそういうなんか合ってる？わかんないけど、そのオアシス、オアシスって何？今さらオアシスって何ですか？何？いやでもオアシスがいい感じの言葉だっていうことは知ってる。うん、知ってます。でも。あの本当の意味は分かんない。いや、あのいい言葉だっていうのは知ってる、もちろん。なんか心のオアシスとか言うじゃん。いや分かるよそれはね。うん、あ、待て待て待て、あ、砂漠の中にある水のイメージす。あ、そうだ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 、オアシス、オアシス、お、今もう完全に思い出した。そうです、オアシス、それだ。勉強し、あの勉強したもん、それ中学校の頃だっけ。いやそうだ、そう、それ砂漠の中にある、そう、思い出した思い出した、そうだった。そうだから太陽のオアシス、あ、そういうことね。だからさっき干からびるって言ったの。あ、いや確かにそれは、太陽のオアシスはちょっとあれ。皆さんは何のオアシスですかっていう、さっき質問だったっけ、何のオアシスですかって難しくない？何のオアシスですか？オアシスはオアシスだよね。え、心のオアシス、いや心のオアシス、オアシズさんにな、となってる。いや、オアシ、確かにね。オアシズさんね。あれ、オアシ、いや、もうね、今ね、あれになってる。もう、文字、オアシス見すぎて、もう、崩壊しちゃってる。もう、あの、ゲシュタルト崩壊しちゃってる、今。
オアシス。ゲシュタルト崩壊、うん、感動し、いやもう覚えました、ゲシュタルト、なんか美味しそうだなって思って、タルトだから覚えた。そう、いやそうです、いやでも嬉しいな、嬉しいです。砂漠で水場は助かる、心のオアシスイコール辛い社会での癒し、辛い社会での癒しなるほどね、こんばんは。いや嬉しい、いやもう嬉しい、もう嬉しいです、いつもオアシスです、いや私も本当にオアシスです、私もいつもオアシスです、皆さん。私のブログ読みましたか？この間ねブログ更新したんですけど、私が最後に書いたあの文章たち、あの最後の見た？私もう本当にねあれはね本当に心からね、もう心の底、もう奥底から本当に思ったことなんです、本当に。だからあれ本当に、あ本当にそうだなって思ったんですよね。いや本当に今ね応援してくれている皆さんには本当に本当にもう感謝の気持ちだな、感謝の気持ちでいっぱいだなってっていうのと、そう、いやなんか本当にもう思います本当にもう思います。ですよね。いやもう本当に本当に本当にね、皆さんには本当に思いますよ、私のことをね応援してくれている皆さん本当にありがとうございますってこちらこそ感謝、いいね、なんか感謝の配信になってる、いいね、素晴らしいわ。こんばんは嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな、嬉しいな。感謝の気持ちって広がっていくのいいですね。いいですね、確かに。嬉しい。
推しは生きてるだけでファンサ、うわすごい、なんか名言、すごい名言。いやそんな、そんな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 、アイドル続けてくれてありがとうって、あれ、ありがとう、こちらこそ。いや私もなんかまさかこね、まさか今自分がいるっていうのは結構不思議な感じなんですけど、最近仕事でうまくいかなくて見れてなかったやっぱのメールを見たら笑顔になった、あもう可愛い、ありがとう。いや笑顔にな、いや嬉しいね、笑顔になってくれたらありがとうございます。こんばんは、運命、運命かもしれない、運命だよ、私と君は運命。こんばんは、こんばんは、運命でしょ、そんなの運命でしょ。に元気な気持ちにさせてくれるのは魔法みたいです、魔法だよ魔法だよ、そりゃ魔法。こんばんは嬉しい、私の魔法、アヤパン魔法です。アヤパン魔法、こんばんは。10日前のメールの何々さんのこと待ってるにゃんこで追加してしまった。待ってるにゃんこ、あー待ってるにゃんこで追加、え待ってるにゃんこで追加したってすごいあれじゃない、珍しくない、もっと他の言葉とかじゃなくて待ってるにゃんこで追加したの、待ってるにゃんこ効果あるのか、もしかしたらまた書こうかな、待ってるにゃんこ、皆さんもお話し会待ってます。こんばんは、やあみリングライトさん、はじめまして、はじめまして、皆さんがお話し会に来てくれますように、にゃんこにゃんこくれます、にゃんこ、
あなたはお話し会に絶対に来るにゃんこ、くるくるにゃんこ。もう私のねお話が来たらもうねあれですよ、もうポジティブになれるんで、ポジティブにゃんこです。ポジティブにゃんこ、ポジティブにゃんこになれます。大阪行くで、本当待ってるにゃんこ。絶対に会おうな、にゃんこ。こんばんは。いや本当に、いや私ねあれなん、私ね本当にあのポジティブになったと思う。本当に私の性格とかもそうだけど、めちゃめちゃポジティブになったと思う。もう昔とは比べ物にならないぐらいポジティブになったと思う私は。ね、なんか結構自分でもびっくりレベルでポジティブな気持ちになって。リネさんの影響リネさん、まあそれもあるのかな そのポジティブ分けてください。いや分けたい、分けたいよ。私も結構、うん、分けれるぐらい、結構分けれるぐらいはある、全然てかなんか何事もポジティブに考えられるようになったんですよね。本当にこれは自分でもうすごい変わったなってすごい思うことなんですけど、そう結構本当に今まで悩んでたこととか、そうなんかね今考えてみたら、まあその時はその時でなんか悩み事とかあってすごい辛かったんですけど、でもそうそういうのとかもなんかもう全然今となってはポジティブに考えられるようになりました。この3年くらいのくらいで、大人になったのかな、それもあるかもしれない。なんかいろんなことをこうやっぱ感じることが多いからこそめちゃポジティブになりましたね。昔はもう、昔はっていうかもうめちゃめちゃもうめちゃめちゃネガティブだったんですけど、本当に、うん、いろんなことを受け止められるようになったのかも。ああまあでも確かにそれもあるかもしれません。受け入れるっていうその気持ちっていうか、結構今まではすごい頑固なところとかもすごいあったんで、なんかね自分なんかうん、そうですね、受け入れるっていうことがあんまりできなかったなーってすごい思います。いろいろ
私はめちゃめちゃ頑固でしたね。多分私はねもうね本当に STU に入ってからもう結構もうねお母さんとはね何回もねなんか喧嘩みたいな感じになって、なんか何回 LINE をブロックしたことだろうって思います。それぐらい結構なんかね親から言われたこととかに対して自分すごい頑固だったから、もう受け入れられなくて、もうそう無理すぎて何度ブロックしたことだろう本当にでももう今はもうそんなこともなくなりましたね。なんか言われたことに対して素直に意見を取り入れて自分でいろいろ受け入れられるようになりました。やっぱりなんか親から言われるっていうのがあれなんで、なんかやっぱりね、そうもう何にもわからないのにって思っちゃってたんですよ。なんかそう何にもわからないのに、もうそんなことやないでみたいな感じで、なんかめっちゃ今思ったらめちゃめちゃなんかその葛藤がめっちゃありましたね。いやそうなんですよ、親は親で多分心配だから、そう心配だし、こう改善してほしいから言ってくれてるっていうのももちろん分かってたんですけど、分かってるけどそれを受け入れられないっていう、その自分もすごい嫌だったしっていう、なんかそのいろんな葛藤があって、もうめっちゃブロックしちゃった。そう、なんか今となってはその時は本当にもうめちゃめちゃもう心がもうボロボロになってたけど今だっては結構なんかまあ笑い話にできる感じだなって思って、やっぱ何事も笑い話にね、あとできたらいいです。まだまだそんな、なんかいろんな自分を成長するためにいろんな意見とかなんかそういうのは受け入れていたいなってすごい思います。ね、そう確かにやっぱ親はね でもやっぱそういうこととかもあったからこう今こう思えてるんだなって思ったら、やっぱりなんかすごい感謝だなって思って、そういう風にこう言ってくれないとそういうことにも気づけなかったって思ったら、もうねちゃんと懲りずに私にこうちゃん言ってくれた親にも感謝だなってすごい思いますね。めちゃめちゃそうちゃんと
これはこうだよっていうのをちゃんと言ってくれてた親にも。その時の私はめちゃめちゃもう心がボロボロになってたけど。今となったらそれがあったからこそっていうのもあるし、私だってさ、その時だって20歳とか21歳とかです、多分。反抗期遅くない？反抗期だったとしたら。別に反抗期とかではなかったですけど。こんばんは。20歳21歳ぐらい、私反抗期が終わったの。あ、そういうことなの。あの反抗期、いや反抗期じゃないでしょ、別に反抗期ではないです。別に反抗してたわけじゃないんで、別に。まあ反抗し、なんかその反抗期みたいなそういう感じじゃないから、別に反抗期ではないと思うよ。まあこれは親だけじゃないですけどね、いろんな方。会ってから今こうして私はポジティブになることができているんだなって思っていますね、私は。やっぱもう本当に何事もポジティブに考えないとやっていけないなってすごい私は思いました。ええやん、ええやん。なので皆さんもポジパンになりましょうね。ポジパン、ということで今日は終わりたいと思います。13位ウニさん、ありがとうございます。12位ナッカーさん、ありがとうございます。11位ギルスさん、ありがとうございます。10位高優さん、ありがとうございます。9位田辺さん、ありがとうございます。8位ラブリー48さん、ありがとうございます。7位ドゥグラスさん、ありがとうございます。6位お金持ち先生、ありがとうございます。5位炎上さん、ありがとうございます。4位小ぎつね37さん、ありがとうございます。3位まきまきさん、ありがとうございます。
2位安部さん、ありがとうございます。1位は田辺っちさんです。ありがとうございます。よし、ではタワーもありがとう。よしよしよし、ありがとう。じゃあパンちゃんまたね、携帯落とされたこと最近ありますかってさ、どういうコメントこれ。またねで言うてるのに、ありがとう。バイバーイ。